県中学校卓球新人大会には男子46校、女子38校が出場しました。団体戦はシングルス4試合とダブルス1試合で先に3勝したチームが勝ち、試合はすべて5ゲームマッチです。男女とも優勝チームは3月に群馬で開かれる全国中学選抜大会へ、上位6チームは4月に熊本で開かれる九州大会に進みます。男子決勝は2連覇を狙う第1シード滑市中に、去年決勝で敗れた第2シード佐喜部中が挑みました。第1試合シングルスは滑市中1年の福島優陽と佐喜部中2年の福島陸、奇遇にも同じ名字の選手の対戦です。去年8月学年別の県チャンピオンに輝いた滑市中の福島がフォア、バックともに安定した強さを見せ、ゲームカウント3対0、まずは滑市中が1勝します。第2試合のシングルスは滑市中2年の菅と佐喜部中2年の平岡が対戦し、平岡がストレート勝ち、佐喜部中が1勝を奪い返します。1勝1敗で迎えた第3試合のダブルス、滑市中の広沢・徳永ペアと佐喜部中の山口・大串ペアが対戦。佐喜部は攻めのドライブでポイントを奪います。自分たちが勝つことによって仲間に勇気、そして気持ちが楽にさせられると思うので一生懸命頑張りました。佐喜部がストレート勝ちを収め、あと1勝で優勝です。後がない滑市は第4試合のシングルス、キャプテンで学年別県チャンピオンの2年生太田が佐喜部中2年の川尻と対戦。太田は第1ゲームを11対5で先取しますが、第2ゲームは太田のドライブに対応した川尻が11対8で奪い返します。やっぱ団体戦は仲間を信じ合うことが一番大切だと思うので、自分がここで勝ってみんなを盛り上げて、チームのためにも絶対に負けられない太田は第3ゲーム以降本領を発揮。滑市中の太田が2ゲームを連取し、ゲームカウント3対1で勝利を収めました。これで互いに2勝2敗、最終第5試合のシングルスで勝敗が決まります。佐喜部中は1年生でエースの尾崎、最後の一人でプレッシャーはあったけど絶対自分が勝つという気持ちで頑張ってました。対する滑市は2年生の村山、勝ったら全国なので仲間を全国に連れてってあげたいなと思いながら試合してました。2ゲームを連取され、後がない村山は意地のプレーを見せます。しかし去年の九州中学校大会の団体で1年生ながら戦った経験を持つ尾崎がメンタル面の強さも見せ、3対0のストレート勝ち、3勝2敗で佐喜部中が優勝、去年のリベンジを果たしました。先輩たちの思いも晴らせてとても良かったと思います。よっしゃって思いました。1試合でも多く勝っていくだけの試合にはしたくないです。日々の練習をもう全力で取り組むことで仲間と協力し合って頑張っていきたいと思います。女子決勝は第1シードの桜ヶ原中と第3シードの小浜中が対戦し、小浜中が3勝1敗で優勝しました。優勝してとても嬉しいです。今日苦戦したところを練習をたくさんして全国大会に向けて頑張っていきたいです。